パトリック・クトローネは、イタリア・ロンバルディア州、コモ出身のサッカー選手。セリエ A エンポリー FC 所属。ポジションはフォワード。1998年、コモに生まれたクトローネ。幼少期に、地元のパラディエン製でサッカーを始める。後、ミランに加入。クトローネはここでサッカーを学び、チームスタッフもすぐに、彼の素質に気づき始めた。そして、名前が広く知れ渡ったのは、 2012年のガエターのシレアトーナメントである。この大会でミランは決勝に駒を進め、2得点を記録した。この試合ではバルセロナに2の3で屈したが、ミランの若きストライカーのパフォーマンスは人々の心に刻まれた。ミランにおいてクトローネは下部組織の各年代のカテゴリーでゴールを量産。プリマベーラだけでも67試合に出場し43得点を。 記録している。彼の鋭い得点力と確かなクオリティはイタリア全体でも注目の的となった。2013年から2016年にかけて U-15 から U-19 に至るまで年代別の代表に選出されている。2017年1月にはトップチームに昇格。ボローニャ戦において85分ジェラールデウロフェウに代わってピッチに入り、 セリエデビューを果たした。AC ミランの下部組織でジャンルイジ・ドンナルンマと共に AC ミランとプロ契約を結んだ。2017年8月24日、オーシュエルプレイオフでは決勝点を決めて本大会進出に貢献した。2019年7月30日、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC と4年契約を締結したことが発表された。 2020年1月10日、アクフ・フィオレンティーナに買い取り義務付きの18ヶ月のレンタル遺跡が発表された。2021年1月7日、怪我人が続出したことにより、ウルバーハンプトン・アンダラーズ FC に呼び戻されたことが発表。しかし、同月31日にバレンシア CF へのローン遺跡が発表された。同年8月13日、 エンポリー FC へのローン遺跡が発表された。2018年3月、イタリア代表メンバーに初招集される。国際 A マッチ1試合で得点。ありがとうございます。